楽しんごのラブチューブです。今日はですね、南海トラフ地震がなんか来るとか来ないとかで、皆様ね、すごくバタついてると思うので、万が一来たらね、あの避難所に行ってね、大変な毎日を過ごすことになると思うので、それに備えてのね、今日は動画になりますので、今日はね、骨格美容矯正師の三浦由里先生がね、いろいろ伝授していただけますので、皆様ぜひね、最後まで必ずご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ですね、やはり緊張したりすると体が暴れますよね、うん、そして背骨がどん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 丸くこうなっていきますから、横隔膜がやっぱり緊張して縮まっていくんです。でその横隔膜を緩ませる、ね、やり方をしたいと思います。でまずですね、体が前に行ってますから、肩甲骨をぐーっと後ろにした状態で、うん、この頂戴の手をしてから、ここにこの溝落ちのところに手を当てるんですね。そして吸います。で吐きます。中に入れていきます。吸ってずらして胸を広げてからまた戻します。吸って、はい、胸を開いて中にぐーっと入れていきます。溝落ちに沿って手をね入れていきます。この4指を入れていきますね。吸って胸を開いて、はい、徐々に脇に行きます。吸って吐いて、はい、こうすることによって肩甲骨がぐーっと外側に行って胸が開く。そして、横隔膜を緩ませることによって浅い呼吸が深く吸うようになれて、よく眠れるようにもなりますので、なるほどなるほど、皆さんやってみてください。うん、はい、夏バテのねツボも、三浦先生に伝授していただこうと思います。はい、お願いします。はい、はい、人体のこの真ん中に、任脈ってあるんですけども、任脈ですね。で任脈っていうのは、このね一番縁っていうところから始まって縁、うん、極物、球極、関連、脊門、機械、陰庫、心血、水分、気管、腱、中間、受骨、血、球尾、中点、男中、極道、子宮、肝内、天気点です。覚えられない、すごい。その中で肝源ってあるんですけども、丹田ともよく聞いたことないですか。あります、あります、ね、ここ気が集まるところなんですよ。すごいあります。ここの肝源は指4本、4本、うん、これね人それぞれ違うんです。慎吾先生と私のこの4本で全然違いますよね。なので慎吾先生は慎吾先生のおへそから下で小指に当たるところ、ここが肝源なんですね。ここをですね、まず吸って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 押しますね。もう一回吸って、もう一回押していきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、はい、押します。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10でこのようにやることによって、ここは気が溜まるところですね。うん、すっごい温まりました今。温まるでしょ。こうですよね。そうです。こう頂戴の手をして、そのぐーっと入れる感じですね。うん、わ、お腹がすごい温まる。うん、この下はもう大腸になりますから、便秘の方とかもですし、やっぱりあの避難所とか場所が変わるとやっぱりね、便秘になりやすい方もいらっしゃる。ね、トイレも ね、そうですよ。僕も実際ですね、うん、あの石川県の珠洲市ってとこ行ってきたんですけど、もう、まあ、あのトイレ、うん、本当にボットン便所みたいな感じで仮設の。ここだったんですけど、ちょっときつかったですね。はい、やっぱりお腹冷えたりとかしちゃいますから、ここをですねこのようにスリスリしてください。あ、なるほど。そして、うん、なんか暖かくなってきてませんか。暖かくきます。それをですねピトって当てる、これ手当てとも言うんですけども、わー、玉心ですね。ね、なので、自分だけじゃなくって愛する人にもこのようにして手当てをしてあげるといいですよ。なるほど。やっぱ人は人でね、癒されますからね。うん、ここに壺があるんです。ここの真ん中に。ここですね。ここから気が出てると言われてます。うん、はい、ここをスリスリと合わせて、ここね、浪球って言うんですけども、うん、で、あったかくなってからお腹に当てる。なるほど。
すごい温まるし、さっき鍛錬をした時も僕もあの憲法とか中国武術やってたんですけど、あの鍛錬ってすごく言うんですよ。あと俳優の修行の時にも鍛錬を使えとか言うんですけど、鍛錬から声出すみたいな、大事ですね、ここを温めることによって、夏バテ防止にもなりますし、胃腸の調子も整いますので、ぜひね手を温めて夏バテはねしてください。はい、熱中症も怖いですもんね。そうですよね、はい、皆様もぜひねやってみてください。はい、杉谷先生何教えてくれますか。はい、やっぱりね、食欲がなくなるとかあるじゃないですか、場所が変わったりとか暑かったりとか、そんな時に胃腸の調子を整えてくれるツボがあるんですね。足三里、手三里ってあるんですけども、聞いたことありますか。はい、あるけど実際はあんまり分かんないというか、取り方なんですけども、ちょうどね指3本のようにやって、スーッと下から来て、スーッとですね、スーッと来てポコって沈むところがあるんですよ。緩和しているっていう、緩和っていうこういうふうに、なんかポコってへこむとこですね。スーッと持ってきて、ここですね、ちょうどこの外側のこの頸骨のところから3つのところなんですけども、これにやっても慎吾先生によっても違うんですよね。あ、本当だ、ここね、ここへこんでる、スーッてやってみて、スーッてやって、はい、あ、ここら辺、本当だ、知らなかった。ここが足三里なんですね。ほんまや、ツボをこうやって探すんだけども、そうじゃなくて下からスーッてやってへこむところ、そこが足三里。ツボの取り方って、知らなかった、ごめんなさい、僕整体したけど知らなかった。でこっちもスーッてやってポコって沈むところ、ここなんです、おお、響きますよ、ね、すごい、ちょっと待って、僕いつも足やるんだけどそこは知らなかった。これ足三里っていう、手三里は知ってるけど足三里は知らなかった。ということで、両方スーッとやってへこんでる、緩和してるところを親指でグリ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 って、うわー、で胃腸が悪い人は飛び上がることを痛いですね。痛いです。ここをほぐしていきます、そして今度手三里も志望先生ご存知の通り、これもねスーッとちょっとね曲げた状態、スーッといって、あ、ここね、これですね、うわですね、ふきえー、ふきえー、痛い、ふきえー、はい、反対側も、はい、ピッキー、スーッと、はい、曲げて、スーッ、はい、ここへこんで、ふきえー、痛い、こういう感じで、はい、ふきえー、ツボの取り方は、優しくスーッと反応しているところ、へこんでるところを、はい、痛い、はい、ぐりぐりと押していきます、はい、こんな感じで、胃腸の働きがね、目が覚めるこれ良くなりますので、これカップルでもおじいちゃんおばあちゃんでもね、やってあげるだけで全然違いますよね。違いますね、毎日ちょっとね、手三里足三里を刺激することによって、胃腸を活発化、前導運動を活発化することによって、大腸の調子整いますので、ここはね痛いんですけど、すごいなんか今いい感じ、またポカポカ温まってきたのと、僕ここに合谷ってあるじゃないですか、はい、とか三里とか、昔歯がすごい痛くなった時に僕押したんですよ、そしたら治ったの、そうですよね、なんかやっぱそういうのもつながってるんですね、契約はつながってるんですよ。そう、あのね、あの避難所でもね、皆さんね、あの息子さんとかね、娘さんがお母さんにねマッサージしてあげる時に、ただただ押すんだけじゃなくて、こういう知識があるとすごくね、親も精神的に安らいでくれる、安らぐっていうんだけど、ね、していてくれると思うので、皆さんもぜひねやってみてください。足三里、手三里のツボでございました。はい、次はですね、ご家族でできるマッサージを実践したいと思うので、それこのまま覚えてください、お願いいたします。はい、どうしてもねスマホを見たりとか、あとは姿勢が悪くなって首が落ちるんですよね。でこの首って5キロあるんですよ。5キロあるので、この首をね支えてくれるのが胸鎖乳突筋って言って、ここのね筋なんですけども、ここをねアプローチするやり方を教えますね。まずはですね、はい、右をやるときには左を向いていただいて、胸鎖乳突筋ってこの乳幼突起からこの鎖骨にねついていくんですけども、つねるような形の手を取ってもらって、
で反対側の手を支え手にしてから1、2、3、1、2、3、掴んでいきます。1、2、3、痛い部分ですよ。1、2、3、1、2、3、これをね3回繰り返します。痛いよね。この乳幼突起、耳の後ろにこのポコッとしたのがあります。これが乳幼突起ですね。ここをつねるように1、2、3、挟んで圧迫します。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、ラストもう1回ですね。乳幼突起ここです、耳の後ろですね。つねるような手で1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、最後はさっ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 と伸ばします。反対側、はい、反対側も支え手を取って乳幼突起耳の後ろつねるような手で挟みます。1、2、3、キヨさんに突きを刺さりますね。1、2、3、1、2、3、1、2、3回やりますか。2回目、1、2、3、1、2、3、しっかり1、2、3、深くね挟んでください。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、と優しくリンパをさっ、すごい気持ちいい。さ、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 あと最後に手を広げて、ここのね顔の部分があるんですよ。で、頭をまっすぐにこうして、自分の膝をねこう下に下げてからバネを作る。そしてうーっと持ち上げます。上にまっすぐ。わ、すっごいこれ。頭は背骨の上にまっすぐ乗らないとこの形ができないです。スーッと。で戻して、で私膝曲げてますけども、膝を自分の膝を上げながらスーッと上げます。これ首の牽引してます、うん、でスーッと、ラスト3回目、1、2、3、4、5、6、はい、どうですか。すっごい今一瞬でねなんかほぐれて眠くなったんですよ。だから多分すごいこれやるとふわっと一瞬でねバッタン級ぐらい寝れると思います。すっきりしますよね、うん、すっごい気持ちいいしすっきりするし、お顔もなんかリフトアップした気がする。で、うん、これをやると手足のしびれがあれ消えたっていう人もいらっしゃいます。圧迫されている神経を解放されることによって、うん、手足のしびれが消える場合もあります。ぜひ皆さんもねやってみてください。いや最高、皆様ぜひ覚えてやってみてください。本当に良かったです。ありがとうございます。